産経新聞が2022年1月13日に伝えるところによると、日本政府関係者からの話として、ロシアが北方領土の国後島周辺で射撃訓練を実施するとして通告を行ったとされているよ。これを受けた政府は外交ルートを通してロシア政府に抗議の意思を示したらしいな。最近のロシアによる北方領土周辺での軍事行動は活発化する傾向が見られているもんね。2022年が明けてからも北方領土周辺でミサイル発射演習などを行っているしね。政府はロシア側が近年の東アジアにおける軍事的緊張の高まりを受けて、北方領土の実効支配を強めることで存在感を示しながら中国を支援する動きではないかと見て警戒を続けているぜ。そうだね。さて今回は、北方領土におけるロシアの軍事活動が活発化していることについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ロシアが日本政府に通告した内容は、1月11日以降末日頃までの間に国後島の周辺で断続的に射撃訓練を実施するというもので、これに対して政府はロシア軍が北方領土で軍備強化につながる活動を実施することは、受け入れられないとして強く抗議したとされているよ。第二次世界大戦以降、ロシアがクリル諸島千島列島の一部であるとして、不当な実効支配を続けている北方領土では1月早々からロシア軍が活発な活動を見せており、8日には北方領土及び千島列島において高性能地対空ミサイル S-300V4 の発射訓練を実施したとしてロシア軍で極東地域管轄の東部軍管区が発表しているんだ。ロシアメディアによると領空に敵航空機が侵入した想定で、目標の探知識別追跡からのミサイル発射までの訓練であったとされ、2020年12月にこの射程約 400km とされる地対空ミサイル S-300V4 が配備されたエトロフ島においても、訓練が実施されたと見られているね。また、10日には同じく東部軍管区より北方領土と千島列島において、1000人以上が参加する実弾射撃訓練が実施されたことが明らかにされていて、装甲車両や多種の装備を用いた大規模な射撃訓練であるとされているが、今回通告された射撃訓練はこれとは別の訓練と見られているぜ。ロシア軍が2020年においてもエトロフ島周辺での軍事訓練を相次いで実施しており、2月と6月に大規模演習を実施しているほか、12月16日にも国後島周辺での射撃訓練を通告するなど北方領土における軍備強化の動きを見せていたよ。また、12月14日にはロシア空軍の情報収集機 EU-20 機体識別番号 RF75936 などが、ロシア本土からサハリン上空を経てオホーツク海に入り、エトロフ島上空を南下して北海道釧路沖から福島県南部の沖合まで飛行したため航空自衛隊が緊急発進スクランブルをかけて警戒。その後ロシア軍機は同じルートを引き返しているね。さらに、ロシア海軍も活発な動きを見せていて、2021年10月には中国海軍との合同訓練がウラジオストック沖で実施された後に、双方5隻ずつ計10隻の連合艦隊が津軽海峡から太平洋に進出してそのまま日本の東側を南下、伊豆諸島と小笠原諸島の間を抜け大隅海峡を通過し東シナ海に抜けるという、これまでにない動きを見せているんだ。北方領土は北海道の知床半島と根室半島の沖合にある国後島、エトロフ島、色丹島、歯舞群島の4つの島所で、第二次世界大戦後にロシアが自国領土として実効支配を続けていて、それに対して日本が領有権を主張し返還を求めて領土問題となっていることは、皆も知っているよね。かつて近代以前にはアイヌ民族などの先住民が居住しており、1855年から第二次世界大戦が終わる1945年まで1万7000人以上の日本国民が居住していたが、現在は約1万8000人のロシア国民が占拠しているらしいな。1945年に至るまでロシア旧ソビエト連邦が北方領土を支配していたことは一度もなく、1855年に江戸幕府とロシア帝国によって締結された日露和親条約で北方領土は日本領として確定され、その後1875年に大日本帝国とロシア帝国との間で結ばれた樺太千島交換条約において日本は、国後島から最北の占守島に至る千島列島全島を領有したんだ。しかし、第二次世界大戦末期の1945年に当時のソビエト連邦が突如、日ソ中立条約を破棄して日本領であった南樺太原サハリンや北方領土などへの侵攻を開始したってわけ。日本がポツダム宣言を受諾して降伏した後も侵攻を続けた結果として占領を果たし、南クリル諸島北方領土は第二次世界大戦の戦果として獲得したロシアの領土であると主張して現在まで不法占拠を続けているな。中国も韓国もロシアも、ほんと勝手だよね。どうして他国の領土をそこまで横暴に自分のものだって主張するんだろ。
日ソ中立条約はその規定によって1946年4月25日まで効力があったんだけど、ソビエト連邦は一方的にそれを破り、1945年8月14日に大日本帝国が降伏した後も侵攻を続けて9月5日には北方四島に上陸し占領したんだよね。その後1951年に締結されたサンフランシスコ平和条約において日本は千島列島の領有権を放棄したんだけど、この際に北方四島が千島列島に含まれるか否かについての解釈が曖昧であったことが北方領土問題の一つの要因となっているよ。しかしながら、当時のソビエト連邦も現在のロシアにおいてもサンフランシスコ平和条約への署名を拒否して調印していないため、ロシアは北方領土を自国領土とする主張を譲らないってわけだな。そして、政治的にもロシアは活発でプーチン大統領が2021年9月に北方領土での経済特区創設を表明していて、その際には韓国政府に北方領土への投資を呼びかけるなどして経済活動も活発化させているよ。10月にはこのプーチン大統領の表明を受け、ロシアのグリゴレンコ副首相兼官房長官とフスヌリン副首相が択捉島を訪問。択捉島のインフラ整備状況の視察や地元の実業家との会合などを実施しているしね。ロシア極東のメディアによれば、両副首相に同行していた北方領土を管轄するサハリン州のリマレンコ知事が地元実業家たちに対して、経済特区を設置することは水産加工業や観光業に運輸業などへの大きな強い刺激となり、クリル諸島の経済が発展することは極東地域全体の発展の原動力となるだろうと述べたとされ、ロシアが北方領土開発を単独でも進める意思があることを改めて鮮明に示したんだ。北方四島での共同経済活動については日本とロシアの間で議論を重ねてきた経緯があるものの、進展が見られないことからプーチン大統領が日本との関係が悪化している韓国を持ち出して牽制をしたと見られているんだけど、日本政府はロシア単独あるいは、主導の上での第三国による開発や投資は容認できないとしているよ。日本ももう少し強気に主張できればいいんだけどね。遠慮がちなのは日本人の長所であり短所だと思うんだ。いずれにしても北方領土に関しては、打開策として歯舞群島と色丹島の二島返還の動きが見られた時期があったものの、現時点では立ち消えになっていて、第二次大戦終戦から76年余りの歳月を経た現在でも日本とロシアとは平和条約を結べない状態が続いているぜ。ロシアが近年、北方領土への軍備増強をアピールしている理由として中国との連動を指摘する見方があるよ。だが、日本が敵基地攻撃能力を保有すれば北方領土に侵攻してくるとの懸念を抱いていると見る向きもあるな。北方領土問題解決の糸口が見えない以上はさらにエスカレートする可能性が指摘されているね。それじゃあ今回はこの辺で。次のコーナーに行くよ。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日の雑学は、傘についてだよ。最近の雨は、すごいからな。確かに、でもそんな時に傘はすごく便利だよね。今日はその傘の歴史について解説していくよ。さっきも出たけど、傘ってどんな使い道があるかな？雨具はもちろんだけど、日よけとしても使えるよな。そうだね。でもそんな傘なんだけど、傘の歴史を見てみると、もともとは雨具としては使っていなかったんだ。それじゃどんなことに使っていたの？傘の歴史はとても古く、古代エジプトやオリエントまで遡るんだ。当時傘は、雨具ではなく宗教儀式で使われる権力を象徴する道具としての役割を担っていたんだ。また、古代エジプトやオリエントは雨が少なく、日差しの強い環境だったため、雨ではなく日よけの道具として使われることが多かったそうだよ。そりゃ使ったら当然のごとく日よけに使うよね。そして、従者に傘を持たせて日よけをしている姿は、当時の時代の権力を象徴する姿にもなっていたんだ。さらには、権力を象徴するという性質が強かったため、傘に様々な飾りが施され、とても重量感のあるものだったそうなんだ。それじゃなんで傘は雨具として使われたんだろうな。その流れだったら、当然日傘としてが常識になるんじゃないか？時代がローマギリシャに移り変わると、普通の小さい傘も見られるようになったんだ。だけど、まだ雨具じゃなくて女性用の日傘として使われることが多々あったそうだよ。その後、やっと現代のように開閉が可能となった傘が登場したのは、13世紀頃のイタリアとされているよ。それまでは開きっぱなしだったってことだな。そうだね。しかし、その頃の傘は、アクセサリーとしての意味合いが強く、手に持っていることが多かったそうなんだ。そしてやっと雨具として使われるのは17世紀のことだそうだよ。出た当初は雨具イコール女性のものという認識が強かったんだ。だから、男性が使うことはほぼなく、男性が傘を使えば周囲に驚かれたり、馬鹿にされたりすることもあったそうだよ。だから、現代のように雨具を使うまでに定着するのにとても時間がかかったそうなんだ。
傘一つ取っても男女差別があるなんて、今の時代が素晴らしいよ。それは本当だね。それじゃ今日の動画は終わりだよ。よかったら、チャンネル登録してね。